スベェン・ベンダーは西ドイツ・ローゼンハイム出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。スベェン・ベンダーと表記されることもある。2006から07シーズンに、ブンデスリーが2部の TSV1860、ミュンヘンからデビューした。2009年夏、ボルシアドルトムントに移籍した。2017年7月13日。 バイエル・レバークーゼンへ移籍した。2009年ぶりに、アニ・ラースと同じチームとなった。世代別ドイツ代表として UEFAU-17、欧州選手権2006や UEFAU-19、欧州選手権2008に出場した。ドイツ代表 A 代表としては2011年3月29日に行われたオーストラリア代表戦でデビューして、以来、 2016年までに7試合に出場している。2016年にブラジルで開催されたリオデジャネイロオリンピックではラース・ベンダーと共に OA 枠でドイツ五輪代表に招集されドイツの銀メダル獲得に貢献した。2009年まで同じ TSV1860 ミュンヘンに所属し、現在同じバイエル・レバークーゼン所属のラース・ベンダーは双子の兄である。 いとこもサッカー選手である、国際 A マッチ7試合0得点、ありがとうございます。